ットボールファンの皆さん、こんにちは。エンペラーズカップ、試合が始まりました。サポーターの期待に応えるプレーを見せてほしいですね。両チーム相手のいきなり打ってきた、来たゴール。ただいまのシーン、今一度ご覧いただきます。アルゼンチン、しばらくは大事な時間です。バラック、縦に出します。さあ前に送って、シュート、力が入ってしまったか。惜しい、あとちょっとでしたね。シュナイダー、激しい奪い合い、前方へと、ここで右へボルテ、あっとミドルシュート、力が入ってしまったか。ボールが浮いてしまいました。惜しい。ノイビレ、サムエル、前へ。前半15分、シュート、キーパー正面。リンケ、縦に出します。あと大きく前方へ。20分経過しました。ああ足がかかりました。前に出す、前線へパス、アジャラ、前に送って、ここでどう展開するのか。ヒールパス、キリゴンザレス、前方へ打った、入った。ただいまのゴール、 VTR。アルゼンチン、今日はいいリズムですね。らしさが出てきましたね。さあここでクラウディオ・ロペス、おっと右に出した、チャンスですね。打ってきた、キーパー反応した。ターン、これは素晴らしい反応でした。アルゼンチンチャンス到来、クリア、マイナス方向にクリア。アルゼンチンチャンスが続きます。ラメロ、前へ、小さく蹴り出す、激しい奪い合い、これはオフサイド。ただいまのオフサイド、スローでご覧ください。とここでロングフィード、パスの精度が高いですね。シメオネ、ショートパス、これが通った、左足でが惜しくも外れました。リンケ、縦に出します、インターセプト、さあ抜けていくか、チャンスです。出た、力が入ってしまったか。これはジャストミートできない。いいですね、迷わず狙いに行ってますね。ロスタイムに入りました。クラウディオ・ロペス、あっと縦に出した、ミドルシュート、ここで前半終了。アルゼンチン2点差で前半を折り返します。前両チームここまでの、さあ後半戦いよいよ開始です。ドイツ、劇的な逆転を見せてほしいものです。速攻、スピードありますよね。残念、点を仰ぎます。後半5分経過、オルテガ、ズバッと打った、弾いた。クラウディオ・ロペス、後半10分経過、来たが惜しくも外れました。
キリゴンザレス、バティスクルータ、オルテガ、おっと打ってきた、入った、ただいまここで選手の交代です。アルゼンチン、さあこれだけの得点差があればあとは守るだけですね。後半15分、バティスポットシュートできたが、しかし外れてしまった。後半20分経過しました。オルテガ、ここからシュート、イースティング、マイナスにクリア。選手の交代が行われています。ピッチの外にボールが出ました。ダメロウ、前に送ってドイツ、ゆっくり回します。前方へ。試合時間は75分が過ぎました。振り切った、ゴールか、弾いた、これはミスキック。ここで選手交代があります。ドイツ、交代枠を使い切りました。後半35分をすでに過ぎました。スローインです。ディバス、いいですね、裏をつきます。おお、バティストゥータ、ディスティング、レーマー、前にボールを送る。こういうボールをチャンスにつなげたいですね。あと5分です。サムエル、前、ここ、おっと、これを前へ、と、ここで右へ、よく止めた。イエレミース、前方にフィード、ヘッドで激しい奪い合い、トップを見てセンターに戻します。もう一度アジャラ、繋がればチャンス、流れを止めた。試合終了を告げるホイッスルが鳴り響きました。アルゼンチン、大量得点で勝利をものにしました。今日の試合を振り返ります。実に残念です。残り時間も